かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと。ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところとなる。そして今、五稜の一つ、オルブス・カラグリアを治めるのは、火のマスターコアを持つ無常なスリー、ビエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地。絶え間ない炎がなぶるカラグリア。そしてレナの兵士に苛まれながら、終わりのない苦役を課され続ける日々。己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。
っさとやれ。何をしている。もっと力を込めろ。石突き。奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。チェッ、さっさと行け。ありがとう、デッカメン。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。デッカメン、傷が…うん、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、毒。うん、謝るくらいなら最初からするな、俺。相変わらず何も思い出せんままか。ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。どれ。痛みを感じないと言っても傷はしっかり負うし、骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はモッドだ。奴隷の死体なぞ、ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰に分かるものか。わしに言えるのは、この300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何も分からない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。俺は奴隷だ。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって考えても仕方ないか。
何度持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。いたぞ、ジルファ。見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんないきなり言われてもなあ。あんたは。あそこだ。待て。出して。いいから早く。動くな。こいつ手間かけさせやがって。おとなしくしてりゃ痛いことは。うわバカ、お前たち。
それも暗いな。落ちるなよ。鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブス・カラグリア・スルド・エルボルゼ教、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらおわしもとが騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんた、ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？だって気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって？何がどうなってる？行ってみよう。確かめないと。